こんばんは、論壇放送局日刊ヌースでございます。阪文人ソ相は、2024年の金融成長を管理する解決策について、国家銀行総裁に5連第32号に署名しました。シ首相は、5連で国家銀行に対して関連機関を主催・連携して、国内と世界経済状況を注意深く監視し続けるよう要求しました。 金融政策を積極的に柔軟、圧縮かつ効果的に運営し、経済成長の促進、マクロ経済の安定に基なう生産と事業の困難の取り除き、インフレの抑制、経済の重要な銀行の確保、銀行業務の安全性の確保を優先するために、3月5日の公電第18号と関連文書における収蔵の指示に従って、 課題と解決策、特に金融拡大の促進と貸し出し金利の引き下げを抜本的かつ効果的に実施します。労働装備をへ社会省の参加の海外労働管理局によりますと、3月のベトナム人海外派遣労働者数は12万5千人以上で、そのうち増成労働者数は 4200人以上だったということです日本が3万3000人で最も多くついで台湾の5万5000人韓国の300人中国の170人となりましたそれによりますと2024年第一四半期にベトナムから海外に派遣する労働者数は約3万6000人でそのうち増勢は約 1>, 1万1,500人となり、年間計画の29%近くに達したとのことです。海外労働管理局は、2024年には12万5,000人を契約にともづいて、海外へ労働者を派遣することを目標とし、最も多いのは、日本で約2万3,300人、台湾で約9,800人、韓国で約700人、中国で約 400人です。2024年第21四半期のラカイ国境ゲットの通じた商品の輸出入、販売、交換の総額は5億3200万ドル以上に達し、前年同期に比べて28%増加しました。2024年2月と比べて、通貨する車両と商品の輸出入量は、 大幅に増加しました。主な優秀品目は依然として材木、ドラゴンフルーツ、スイカ、ドリアン、ジャックフルーツ、バナナ、ランブタン、マンゴー、カサバなどです。輸入品目は主に輸入柿、看板食物、生鮮果物、野菜、コーラ、肥料などです。国境で税関を通過する車両の平均台数は1日当たり約 270台ですその中で、輸出車両は1日当たり110台、輸入車両は1日当たり160台にいたしました。若生冷凍に関して、昨日米国の統計が発表したされた後世界の米ロールは再びわずかに上像しました。国内では 本日、国家銀行がベトナムロンの対米ロールの中心、若瀬ートを1ロール当たり24,038ロンに調整すると発表し、4月5日の引き時間と比べて18ロン上昇しました。現在、創業銀行が取引できる若瀬ートは1ロール当たり23,400ロンから25,171ロンの範囲です。 ベドルレれとも国家銀行取引所によって1ロール当たり2万3400ロンから2万5171ロンの取引範囲に設定されましたブックカフェロスタールシックユニックなどのカフェモデルが若者のブームではなくなった後最近では別の形のカフェビジネスが登場していますそれはオーバーナイトカフェで 多くの地方や都市で人気のトレンドです。午前1時近くになっても、このカフェは飲む人々で賑わっていました。この賑わいは午前5時近くまで続き、その後、新しい営業日の準備のために、店は数時間一時的に閉店しました。このようなオーバーナイトカフェモデルの運営を維持するには、店主が交代で、 顧客にサービスを提供する少なくとも3つの事務が必要あります。週末には、深夜の飲む客が昼間の2倍になることもあり、それが店主の昼も夜も積極的に働くローキでもあります。ビンハシモフコフカフェの店主のウィン・ウィン・ユさんは次のように語りました。このような24時間、 営業のカフェをオープンしたのかというと現代の若者や日中仕事をしているサラリーマンは友達と会う時間がなく夜だけ自由な時間が取れるのではないかと感じたからですまた仕事で深夜にスペースを必要としている方も多くそれは良い体験だと思ったのでオープンすることにしましたビンファー氏には最近 ィサウトリーやファンョートム通などのエリアに集中して多くのオーバーナイトカフェが登場しています。これらの店のほとんどはオーバンスペースを考慮して設計され、接待でコーヒーを飲みに来たり、友達と会ったり、仕事に来たりなど、深夜の来店目的に合わせて選べるエリアがたくさんあります。まだ適用されたばかりのモデルのため、ほとんどの店は、 再産性を評価でできていないなすしかし当初は来店客の数が非常に多かったので店主はこのモデルへの投資の決定にある程度の自信を持っています。ピンハン市在住ウィンタンファッさンは通常夜は友達と会うための自由時間でこのようなオーバーナイトカフェは理想的な場所です。 時には仕事をする必要ある時に適した場所でありますと語りましたカフェの店主によりますと深夜の飲む客が最も多い時間帯は午後11時から午前2時で一部のカフェでは軽食性もたれイスやハンモックなど深夜の客向けの追加サービスも提供しています実際オーバーナイトビジネスモデルは5年以上前にベトナムに導入されました 当時、国内市場に米国のソコケ韓国の GS25 などの海外小売業者が多数出現していました。24時間年中無休のビジネス分野におけるこれらのコンビニエンスストアチェーンの存在と協力の発展は国内の多くのカフェやコンビニエンスストアが研究・応用し成功を期待する原動力でもあります。日本語のニュースが終わりました。